人中姿勢の神と崇められる世に将軍の肉声が偶然のことから世に残っておるというのは、我々にとってこの上もない喜びであります。そうしてその吹き込みの際、幸いに私が席に連なっておりましたから、まずその一冊よりお話しいたしましょう。野木将軍は平素から深く加藤清正卿を警護しておられ、明治43年は清正卿の没後300年に相当するので、その祭典を挙行したいと、42年の10月15日、同志を開講者に集めて第1回の将棋会を開かれました。するとちょうどそこへ熊本の有志家由紀武雄氏と霊則敬吾氏とが見えて、敬吾氏が副音氏の吹き込みを発明したについては、一言でいいからぜひ野木将軍に吹き込みをしていただきたいと望まれた。いや、これはきっと断られるであろうと思って見ておりますと、どうした調子でありましたか。おう、それは面白い、皆さんと一緒に吹き込もうではないかと快く承諾せられ、三上三次博士の紹介に次いで、私は野木まれすけでありますと吹き込まれ、続いて我々も名乗りを上げたのであります。もっとも将軍も初めてのことではあるし、場所もただの部屋であるので、どうも明瞭というわけにはいかなかったが、ともかくもこうしてこの偉人の肉声が残されたのは不思議な因縁と申さねばなりません。ところで今般、日本ビクター会社が敬吾氏の承諾を得て、いろいろ苦心の結果、この将軍の肉声をよみがえらせたのであります。しかし何分にも、私は野木まれすけでありますという簡単な語にすぎませぬから、2回繰り返しはいたしますが、どうぞお聞き漏らしの内容をご注意を願います。ではこれより将軍の肉声が出ます。私は野木まれすけであります。私は野木まれすけであります。